日本初エアギター専門店開店。全国のミュージシャンに朗報です。楽器店がひしめき合う東京お茶の水に日本初エアギター専門店が開店しました。開店したのはエアギター専門店エアソン。お茶の水駅から徒歩3分、明治大学キャンパス前に向き合う形で堂々オープンしました。エアソンは3フロアに分かれ、1階にはエアギター本体350ロッシュ、2階にはエアギター専用アンプやシールドといった周辺機材計1050種、3階にはエアギター用の弦やピック、手入れ用のオイルなどの商品が計529種並んでいます。また地下にはライブハウスが併設され、エアバンド限定のライブが毎日行われるほか、月1でエアギターコンテストが行われる予定です。開店初日の昨日、来客者は各々に楽器を奏でたり、初めて見た機種に驚いたり、その場で激しいセッションを始めたりと大にぎわいだったということです。来客者に話を伺うと、俺の欲しかったエアポールが格安の3万円で買えるなんて、これで毎日夜中までかき鳴らせるぜ。エアギターは通常のギターと比べ手入れに尋常じゃないほど頭を使う。楽器のサポートアドバイスまで丁寧にしていただいてとても助かります。これまで周囲に同志がおらず、一人でひっそりとかき鳴らしていた毎日、月1コンテストなどを通してプレイヤー同士交流できると思うと楽しみで夜も眠れないなどと話しています。エアソンはアメリカで1975年に開店した老舗エアギターメーカーで、アメリカでは現在5002店舗が展開しているとのことです。創設者のエア・ケンバッカー氏は公式サイトで、エアギター専門店を日本に開店することができとても嬉しく思う、今後もエアギターは世界を救うをスローガンに専門店を世界展開していこうと考えているとコメント。また今後はエアギターだけではなく、エアドラムやエアベース、エアボーカルなども展開していくという意欲的な考えを述べています。